封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。前日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが、守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。
何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは、ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け絵を終え、紅葉の指輪とともに着いておいて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにと、クリスタルが与えられたのです。でも、クリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。あ、今日は何の用だい？飯でも食べていくか？
大事を頼めるかな。任せたぞ。気引き締めてな。チョコボ臭いのってさ、嫌なんだけど、なんか好きなんだよね。あそこで働け。そういうやつは貴重らしいぞ。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。ノクト、右！わかった。無事に済んだ。Thank you.